はい、どうもマグマグマグロンと申します。はい、ただいま12月1日、サカツクの更新情報を読んでいきたいと思います。はい、というわけでちょっとしばらくね、ちょっと顔出しじゃないですが申し訳ございません。忙しいのこれでも。はい、というわけで今日の話の前にまずは宿題かな。結局どうだったの SWCC。 はい、マグの結果発表。あ、なんかペプシが映ってますけど、いやこれね、もうもしね顔出しで今日できてたんだったら絶対ペプシ飲んでるよねなんか今年はすごいな、コーラ飲んだりペプシ飲んだりね、そういうのやりたかったなまあいいや。はい、というわけでもう順位は見えていましたが、マグの順位はこちら。ざん。702位。というわけで、前回よりはちょっと良かったのかな。やっぱ負け数が少ないからね。まあ、702位であれば順位報酬はちゃんともらえます。はい、ゴールドトロフィー140個。まあ、これでね、まあ、ひとまずは良かったんじゃないでしょうか。マグの現在のトロフィーは857。まあ、600で5凸の選手を1人ゲットできるんですが、欲しいのがいないということで、しばらくちょっと放置している状況であります。まあ、このまま放置して、まあ、どうしようかね。600で5凸でしょ ?1200 まで貯めて、それでも欲しいのが出てこないんだったら、なんか適当に誰か選ぶか。まあでも一応ね、自分のチームの戦力を考えた上で、誰かしら取ってもいいのかな。まあ当然 S ランクじゃなきゃ嫌よ。はい、というわけでじゃあ次の宿題行きましょう。さあ皆さん、どれだけ回せましたか ?CCT。あれどこにあんの ?CCT なんてないよ。リーグランキングイベントでした。先週はいかがだったでしょうか。マグはね、まあ、ざっとこんな感じで39,000、29,000の4万まで行くとね、順位いいよね。24,000って低いな、これ。どうしたんだろう。46,000、49,000、52,000、45,000、50,000。まあ、こんな感じ。ここまで頑張りました。まあ、基本的にはね、今度来るリミテッドマッチの、リミテッドカップ?ちょっと忘れちゃった。それのためにね、星4の選手たちを育てるっていうのがあったので、ジャイ切りしやすかったです。まあ、オートで回せたのもいいね。はい、まずはこれが3600位でしょう。まず黒ビブスいっぱい手に入れようよ。ただ、星4の選手いっぱい育ててるの、ああ、全然ダメ。なんだけど、ちょっとね、5凸しなきゃいけないだろうけれど、黒ビブスが圧倒的に足りないんだよね。これどうしようかな。使わなくてもいいかな。はい、報酬なし。まあ、さっき言ったように4万ポイントあると報酬もらえてるかな。そうだね。黒ビブス1個ですけれども全然構いません。1個でも今は貴重よ。そうだね。4万いくと今みたいにもらえてますね。まあ、1個ですけれどもね。ちょっとそれはしょうがないですよね。これはじゃあ全部もらえてるかな。ちょっと同じところを押してる場合もあるかもしれないけど。はい、じゃあイタリア見に行きましょう。はい、大丈夫。まあ、選手交代が5人になったから、ジャイ切りはしやすくなったかな。あれ、4万ポイントいってんのに、報酬なし。え、なんでここ、こんな、オランダリーグそんな厳しいの?こっち大丈夫だった。オランダリーグ簡単なのかな?はい、以上、リーグランキングイベントの宿題でした。まあ、結構ね、黒ビブスは集まったかなと思います。まあ、今まではね、ほとんどちょっとスルーしちゃったりもしてたんだけどもね。はい、じゃあ行きましょう。今週のやること読みに行きます。お知らせ。はい、というわけで、何ですか?え、もう不具合ですか?何ですか、これは。ガルディオーネが所持しているアビリティの説明文に誤りがあったって。読んでない。修正前。え、何がどう違うの?戦術指導特徴の効果をダウンするか、アビリティの効果をダウンするのかの、ちょっとね、言葉の違いなんですけども、マグにはね、ちょっとね、それが説明できるほどの能力がない。まあ、
気持ちだけ汲み取っておきましょう。はい、というわけで、まずはキャンペーンが来ております。ペプシコラボキャンペーンということで、リミテッドマッチペプシカップにご参加いただいたお客様の中から抽選で約30名様にペプシ1ケース24本送られるということですので、まあね、これがなくたってマグはきっとペプシを飲みながらね、アグアって言ってたかもしれないね。本当にね、やりたかったな。ただペプシ買わないといけないのか。ペプシはどこで売ってるんだろうか。その他まあちょっとあれだね、ペプシミッションで見ればいいのかな。あ、なんかこんなのもあるんだ。ペプシコラボログインボーナスキャンペーンということで、星5確定チケット、クロービブス10、回復ドリンク10などの報酬ももらえるので、まあこれはログインしましょうってやつか。な感じですね。これも昨日のか。まあこれはいいやね。星5チケットとかなんかやる必要ある？今回別にシティの選手入ってないよね。はい、じゃあまあ通常でいきたいと思います。まずこちら、はい、リミテッドマッチの報酬について、これで今回であらかたどんな内容なのかがちょっと出てきましたね。まず、同一ディビジョン内の参加クラブ数が多い場合、複数グループに分けられクラブ同士で成績を競います。獲得できる順位報酬は各グループ内での順位によって決まります。最大1000人となりますということなので、まあ、各ディビジョンだからいっぱいあったらいっぱいあるんでしょうね。ではまず見てみましょう。順位報酬はマグにはいらないのですっ飛ばしましょうかね。なんだこれは。最終予選順位の報酬って書いてあるんですが、これは何ですか？ SWCC と同じ感じですか？いやいや、やっぱりマグは3桁を目指す、そんな感じでしょうか。フリーディビジョンでもまあ3桁までしか報酬はもらえない。そして何ですかこの一次予選って。あれ、なんかどっかで聞いたフレーズですね。何ですこれ。一次予選から最終予選とかなんか書いてありますけど、なんかどっかで聞いたことのあるフレーズだな。なんだろうこれ。はい、じゃあもう一個の方見てみましょう。はい。今日からエントリー開始になっております。皆さんもふるってご参加ください。リミテッドマッチとは、決められた制限の中で編成したデッキで予選とトーナメントを戦うユーザーチーム同士の大会イベントです。出場できる星5選手合計5人以下、マグが前に言った融合ですよね。の制限があるリミテッドと制限のないフリーの2種類がございます。ということで、これはやっぱり、せっかくこういうのがあるんだったら参加しようじゃないかと。ね、まだ新規とか、ね、そういう、ね、若手にとってみたらね、いや、ちょっと強い人はみんなフリーに行ってくれよって、きっと思ってると思うんですけどね、あれなんですよ。古参であればあるほどね、現状のサカツクのイベントに飽きてきてるんですよ。だからね、なんかね、ある程度の縛りがあった方がもう今はね、燃えるの。きっとね、なんかね、猛者の人たちもみんなこっち来んじゃねえかなっていうのがね、ちょっと心配。ね、できればね、強い人はフリーに行ってほしいって思うと思うんだけどもね、ね、猛者であればあるほどもう飽きてきてんの。だからね、なんかね、刺激が欲しいから、これ多分ね、みんなこっち参加するんじゃないかな。だから新規やね、若手の方たちにとってみたらね、申し訳ないんですけどもね、リミテッドでやります。申し訳ない。ただね、ちょっとね、内容を見てみると、ここにね、いろいろ書いてあるんですが、ちょっと飛ばしてますが、ここを見るとね、なんとなくわかりますね。最終予選、最大50試合まで対戦することができ、はい、SWCC と同じ大会の感じでしょうかね。今まで SWCC は1ヶ月に1回しかなかったんですが、1ヶ月に2回そういうイベントを用意する、そんな感じなんじゃないでしょうか。その中の一つはこうやって、ね、融合で参加するっていう、ちょっと縛りのある、ね、そういう大会になるのかな、なんて思っておりますが、ね、新規の方たちにも振るってご参加できるようにと、ね、そういうカテゴリーでやったんでしょうけど、ね、きっと、稼働日からやってる人にとってみたらね、もう、なんかいろんなことしてほしいのよ。イベントで俺たちを熱くしてほしいのよ。ということでね、多分みんなリミテッドやっちゃうんじゃないかな。稼働日からやってる人たちはみんなもうね、
そんな感じだと思うよ、もう正直言うて。はい、というわけで、まあこれはまだ、今週はエントリー、来週からが本稼働ということになっておりますので、皆さんもね、エントリーを忘れなきようにね、ちょっとしたいね、刺激になったらいいですね。ペプシー飲みながら待ちましょうか。今ちょっと冷蔵庫には多いお茶がいっぱいあるんですが、まあそれはまた別のゲームということで、一旦カットね。ペプシー、まずペプシーを買ってこよう、まずね。はい、というわけで後半戦行きましょう。今のところね、マグはこんな感じで組んでます。今上級遺跡特訓をしてちょっとでも強くしようかなと思ってます。まだ5突はしてません。こんな感じでね、ちょっと今イングランドの方でちょっとやろうかなと思っているんですが、今回結構頑張ったので、このように連携戦もだいぶつけました。今オレンジになってるのはこれ控えですね。控えの選手も今組み込んで、戦わせているので、こういう風にちょっと連携戦、オレンジの人もいるんですが、今控えの方にいるテリー、ランパード、ジェラード、フィーゴ、ライテル、この4名が、まあ、実際その融合の5人ですね。だから控えにもイングランドの星4の選手をずらーっと並べて遊びたいなと思います。もしあの SWCC と同じような内容のゲームになるんだったら、これちょっと全部やんなきゃダメだね。ちょっと失礼。今作ってるのがね、他もあるんだけどね、他がまだね、経験値もね、いまいちなんだよね。だから、ちょっと今回は、どっか絞ろうかなと。ここら辺も、どう？このようにね、やっぱね、連携戦白なんですよね。こっちはね、全員バルサでしょ？で、こっちは全員、チェルシーか。これのどれでやろうかなって感じなんですが、今のところちょっと難しそうなんで、あの、戦術別でやるのはね、ちょっと無理かなーなんて思ってたりするんですよね。まあ、ちょっとね、いろいろ頑張ってやってみたいと思います。まずはちょっとね、レベルがなかなかね、上がってない人たちも多いんでね、ちょっとね、厳しいですが、頑張っていきたいと思います。まあ、最初のイベントだからね、これから、徐々にね、連携戦とかも、マックス状態で挑みたいなと思います。あと1週間で、どこまで育てられるのか、ちょっと難しいかな。はい、というわけで、お知らせ、もう一度、こちらからスタートしたいと思います。はい、今週のやること、ででん。ワールドツアーが来ております。ワールドツアーやりましょうと言いたいところなんですが、今言ったように、ペプシカップ、ペプシカップ？リミテッドマッチの方で星4を鍛えたいので、もしかしたらこのワールドツアーは、コンプを急いで行って、まあ、金アクセサリーとかも欲しいんですが、それもね、ちょっと一旦目をつむっていただいて、もしかしたら、星4をね、育成する方に、ちょっと回しちゃうかなと思います。今回ね、ツアーなんかね、ちょっと中途半端で、にしちゃおうかな。うん、コンプできたらもういいやぐらいの、軽い気持ちでやっていきたいなと思います。ただ、今回はマンチェスターシティの監督、新星5監督、ガルディオーネが来ております。ということで、まずこれはね、絶対にゲットしておきましょう。はい、新星5監督、ガルディオーネ。サカツク名ガルディオーネ。モデルは、ガルディオーラ監督です。ガルディオーラ監督です。まあ、ね。自他共に認める世界ナンバーワンの監督と言って差し支えないんじゃないでしょうか。ね、自称スペシャルワンとはね、ちょっとね、話が違いますよ、もうこの人はね。自称じゃないですよね。何ですかね、自称シンガーソングライターって何ですかね、あれ。本当かよくわからないですけれども。ね、救急車蹴っちゃいけませんよ、本当に。ガルディオーネ監督です。何の話してるんでしょうか。フォーメーションコンボ、空ザメの制圧。っていう風に書いてあるんですが、なんかね、プレミアリーグとかではまあよくある話なんですけど、強いチームのことをね、サメに例えることがよくあるんですよね。何でも食べちゃうからなのかな。
そういうことなのかな、ちょっと意味わかんないんですけどね。強いチームはサメって言われることが多いんですが、最近このマンチェスターシティのことがね、よくこうサメに扱われることが多いです。まあただね、そのソラザメっていうのは多分スカイブルーシャークとでも言いたいんでしょうかね、カッコつけて言うとね。だから多分そういう意味でソラザメの制圧ってなってるんでしょうけどもね。今はどうでしょうかね、赤い血染めのサメの方が強いんじゃないでしょうかね。本当に赤い悪魔の方がね、赤い悪魔ってどっちも赤なんだよな。マンチェスターユナイテッドも赤なんだよな。リバプールも赤なんだよな。アーセナルも赤なんだよな。ね、まあいい名前つけましたよね。まあソラザメだそうですね。で、フォーメーションは4123という感じになっております。はい、ちょっとねポジションがね、いろいろ変更できるみたいですね。アンカーの選手が通常よりも少し後ろに配置することができ、右の、オフェンシブミッドフィルダーを、ディフェンシブミッドフィルダーの位置に配置できる特別なフォーメーションというふうに書いてあるんですが、こんなことされちゃうとまた5バックが流行るじゃないですか。余計なことはしないようにセガさんね、余計なことはしないようにしてくださいよ本当に。はい、というわけで、メンバー的には守護神、組み立て、ディフェンスリーダー、インサイドハーフ、こんな感じになっております。マンチェスターシティの選手を入れると強くなります。さっきここの部分がなんかあれかな、修正が入ってたのかな。ここら辺はこうニュアンスで結構です。マグはそんな攻略サイトではありませんので、ふわっとでいいです、ふわっとで。で、まあ、今回イベントで、デブライネ、カンセロ、ディアス、ストーンズ、エデルソンが手に入るので、これはゲットしておきましょう。今回みたいにね、星4いっぱい使うイベントなんかがあるんだったら、これはやっぱり取っとかなきゃダメですね、やっぱりね。今までも取っておいてよかった。で、ちょっと見てみましょう。ガルディオーラ、マグのチームではどうなの、強くなんの。今クルーマンさんがいらっしゃいますけど、ちょっとアリーナ仕込みに変えましょうか。今レオーネ監督で23万です。ではグアルディオーラ監督にするとマグはどれだけ強くなるんでしょうか。普通に本名になっちゃったガルディオーネ監督になるとどれだけ盛ることができるんでしょうか。24万ぐらいまで行ってくれよ。いいな行ってくれよ。フォーメーションコンボ優先でお任せずん。あ、まあ23万か。24いかなかったね。というわけでこんな感じになっております。あら、ペレイラが。お、ペレイラ頑張ったじゃん。J リーグ OB のペレイラが頑張っております。レギュラーに入りました。いやいやいや、ポゼッションのディフェンシブリーダーのすごいのがいないからだね。あとはまあ、ランパード。ライテルがなんでここにいるんだろう。ああ、そっか、赤ポジなんだ。そうだったらこうの方が良くない？ねえ、この方がなんかしっくりくるよね。で、左にロナウジーニョ、メッシ、ライテル、コウチーニョ、ランパード。ただ、インサイドハーフのゴトツって俺、いねえの？なんでデルナンブキャーノって、レジェマじゃん。懐かしい。まあ、後ろ残念なのが一人いますね。見てください、これ。組み立てセンターバック、プジョン。うわ、懐かしい。プジョンだって。プジョンをね、まだレギュラーに使う。ね、その時点でね、マグがいかに、ね、エンジョイ勢かがよくわかります。と、まあ、こんな感じになってますね。え、マグはあれ？シティの選手なんて一人もいないの？いやいやいや、これがシティの選手たちです。マグが持っている星4、星5のシティの選手たちをかき集めてみましたが、カンセロ、ウォーカー、ストーンズ、オタメンディ、ベルナルド・シルバ、ダビド・シルバ、マフレズ、ジェズス。これだけ、ゴトツゼロ。使えねえ。マンチェスター・シティはマグには向かない。というわけで、残念ながら、マグは、マンチェスター・シティは無理のようです。残念。全然強くないわ、これじゃあ。ただ今、マフレズいっぱいだね。まあ、多分、強くないマフレズだな。はい、というわけで、じゃあ次行きましょう。はい、というわけで、今回ね、ガルディオーネ監督が来ているということは、当然ガチャも
シティになっております。今月のスーパースターフェス、マンチェスターシティが来ております。マンチェスターの王ケビン・デブライネ、現代型ゴールキーパーの最先端エデルソンといったマンチェスターのポゼッション選手が登場するスーパースターフェスを開催ということで、いろいろ来ております。まずケビン・デブライネ、新スキルと S ランク持ちのようですね。でゴールキーパーエデルソンは S ランクですね。ゴールキーパーで S ランクってそんなにいないんじゃないの、知らんけど適当に言う。そしてもう一人は、ジャック・グリーリッシュ、まあ、今回ね、多額の移籍金で、はい、シティに入ったグリーリッシュですが、おかげさまでスターリングがベンチに追いやられるという事態になっております。スターリングは移籍するんでしょうか、どうなんでしょうか、わかりませんが、ね、今、もっかグリーリッシュが試合に出ておりますけれども、次は、ディフェンシブミッドフィルダー、ロドリゴ・エルナンデス。こんな風に書かれちゃうと誰だかわかりませんが、カタカナ3文字で、ロドリって覚えておいてください。現地ではね、ロドリとしか書かれておりません。ロドリゴ・エルナンデスって言われて一瞬誰って思っちゃいましたが、カタカナ3文字ロドリで覚えておいてください。なんでゴって言わ、なんでロドリゴのゴが消えちゃったんだろうね。そこら辺の由来は知らない。そして右サイドバックはカイル・ウォーカー、あ、バンディエラなんですね、カイル・ウォーカーが。そうなんだ、ブライネじゃないんだね、カイル・ウォーカーだそうです。星5確率は 10%、 そんなもんです。でちょっとわらわら動いてる状態のシティを見に行きますか。でも5人だけなんだね。まあなんかの特別なイベントがあるわけじゃないからね。背景変わりガチャとかだったら10人10体ってのもあったかもしれないけどもね。ここの部分のロドリゴ表記はロドリでもよかったんじゃないかな。ゴールキーパーがこちら、ミラクルセーブ、チェインフィードは両方ダブルで持っておりますよ。強いですね、これは。ダブルで持ってて、しかも S ランク。これはなかなか強いんじゃないですか。いいですね。ただちょっとエデルソン、あんまり似てない、こんな顔だったっけかしら。はい、そして次はカイル・ウォーカー。ジョアン・カンセロもね、いい選手だからね。難しいですよね。最近ちょっとイングランド代表でも、スリーバックの右ですからね、センターバック扱いになっちゃってますよね。そしてカイル・ウォーカーがこちら、エラプトフィード。スマッシュドリブル、こんな感じになってます。S はついてないということでね。さらに、アンカー、ロドリ。フェリアスマークにデモリッシュタックルとダブル。もうほとんどの選手がダブルですね。外れなしって感じですね。シティファンはね、の方は、もうがっつりここ引いてもいいかもしれないね。10% だから高いしね。5突もできるしね、これならね。そしてケビン・デブライネ、フェイタルロングシュートと、テクニカルパス。なんでそれとそこ弱くしたん？いいよ、強くしといて。S ランク持ち。そして最後はグリーリッシュ。フォワードがいまいちいないんだよね、シティはね。なんかね、CR7 取ろうと思ったら横取りされて、ハリー・ケイン取ろうと思ったら来てくんなくて。ね、ちょっとね、フォワード、ストライカーの部分はね、ちょっと振られちゃったからね、シティもね。あ、キーマンはグリーリッシュなんですね。サンバドリブル。サンバ関係ある？バーストロングシュート。S ランクはなしということで、こんな感じになっております。まあそうね、こんなもんかね。そうね。ね、かわいそうですけれどもね。ちょっとじゃあデブライネの方だけ、ちょっと見とこうかな。サムネに使うからね。おお、早い。振り足の早いシュートで。いや。最初の 10% で 20%。何言ってんの？最初の10連で 20% ついてるんでね。まあ、余裕がある方は10連だけっていうのもいいんじゃないでしょうか。ニヤニヤ枠として。
ぜひゲットしてみてはいかがでしょうか。はい、というわけで今回の動画良かったという方はコメント、高評価、チャンネル登録していただけますとマグの動画作りの励みになります。よろしくお願いします。はい、というわけで今回はシティ染めをね、もしやりたいという方はね、ここがチャンスだと思います。まあね、でもマグがあんまりシティに相性が良くなかったね。あんなに星5の選手で持ってないとは思わなかったな。ね、ちょっと、もうちょっとなんかね、シティに優遇してあげてもいいよね。めっちゃ強いんだし。はい、というわけで、今回はここまで。ではでは今回はこの辺で、また次回お会いしましょう。じゃあねー。というわけでね、まずワールドツアーはね、クリアまでは持ってこ、クリアまではね。ベリーハードなんよ。